グルスアンティゴネーオーズルは、ツルモクツルカツル属に分類される鳥類。インド北部、パキスタン東部インド北東部、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、ラオスオーストラリア北部フィリピン、マレーシア全長140から156センチメートルと、ツルカ最大種。全身は淡肺色の羽毛で覆われる。頭頂や目先は、海緑色、喉から、後首にかけて、 首輪状に黒い羽毛で覆われる。時効を覆う羽毛は灰色。初列服や初列風切りの色彩は黒い。次列風切りや三列風切りの色彩は灰色で、三列風切りの先端は白い。頭部から頸部上部にかけて羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。交彩は黄色やオレンジかかった黄色。くちばしの色彩は緑褐色。光子の色彩は赤い。 頸部は首輪状に白い羽毛で覆われる。草原、湿原、河川、農耕地に生息する。渡りは行わないが、水を求めて移動することもある。ペアや家族群を形成して生活する。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、魚類、カエル、爬虫類、果実、種子などを食べる。湿原でヨシなどを積み上げた、塚状の巣を私有で作り。 インドでは7の10月に2個の卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は31から36日。ありがとうございます。